はい。おはようございます。ドンチャンネルです。5月1日の朝。えっ、ー、とね、結構今、ライドシェアとかさ、あそこら辺が世の中で色々話題になっているじゃないですか。まあ一つは、こんだけ円安になっていて、インバウンドのお客さんが日本に入ってきている、タクシーの需要が高まっているのにも関かかわらず、まあ、日頃からタクシーを利用している方々からも、 前、前よりよりましてタクシーが捕まらなくなったタクシー会社に電話してもタクシー来ませんと。うん、だからまあライドシェアっていうようなね、話が出てるんやけど、元タクシードライバーの僕はどういうふうな見方をしているかっていうのをちょっと話したいと思います。あ、前提として、僕は福岡市民なんで、まあ人口160万人の、まあ 一般の人たちの移動をアシストするっていう意味でのタクシー乗務員をしてました。で、福岡ってさ、まあ、京都みたいにあの観光名所がないんですよね。うん。だからほぼ朝の通勤の移動、夕方の帰宅、まあ、飲みに行く人、飲み屋さんのお姉さんたちの送り、で、もう深夜はお客さん、夜の世界の 人たちのお迎えみたいな。そういうふうなニーズの中での話をすると、タクシー不足っていうのはね、あの、まあ、僕がタクシードライバーやっていたのはもう10年以上前からやっていたけど、その頃やったけど、えっとね、普通にね、あの、タクシーがなかなか捕まらないっていう話はありましたよ。うん。それはなんだかというと、まあ、今も言ったけど、 人々が、あの、移動する時間帯って一緒なんですよ。朝、夕方、夜、深夜、みたいな。で、僕たちタクシードライバーは、その合間を縫って、休憩取ったり、食事をしたりしているわけなんですよね。うん。よくさ、あのー、博多駅前のタクシー乗り場あるじゃないで、あそこ暇な時間帯っていうのはさ、あの、結構お客さん待ちの、 タクシーが10代、20代、30代ってプールしてる、プールしてる時間帯あるけどな、なんかの表紙にお客さんが多くなると、モータープールにタクシー自体もいませんと。でも、タクシー待ちの行列が <laughs> 何十人か列をなしてますとかいう光景は、普通に見てたんで、ああ、みんな忙しいんやなーっていうふうに見てたんですよね。だからそもそも、あの、 タクシー乗りたい、いつでもタクシー乗れるっていう状況ではなかったんですよ、そもそもが。にもかかわらず、えっ、ー、と、まあ、例のパンデミックが起きました、v 合級の運転手さんは、ね、緊急事態宣言が発令されてる中でね、全然売上が上がりませんと。ただ、VIQ だからさ、もう最低限の賃金しか会社からはもらえない。 とてもこんな給料では家族は養っていけません。で、この状態がいつまで続くか分かりません。そしたらもう別に仕事探すしかないねって言って、辞めていかれた方もすごい多いんですよ。だから、そういう状況になると、えっと、零細、まあ、いわゆる中小企業の零細なタクシー会社は、まあ、淘汰されていたったという現実があるし、 まあ、大手のタクシー会社さんの乗務員も減ったっていう事実ですよね。うん、で一例を言うと200人の従業員を抱えていて、えっと、朝、えっと、昼間担当夜担当ってねあの1台のタクシーを2人の乗務員さんで稼働させていたタクシー会社があって。 その、まあ、うまくいってる時は、200人の従業員がいて、100台のタクシーをもう24時間動かしていたっていうことがあるんだけど、今は従業員が50人減ってしまって、150人で75台のタクシーを動かしてるそうなんですね。未だにこう、従業員が戻ってきていない。まあ、でもさ、一般常識のある人だったらさ、その正社員にな,なってる人をさ、そんな、 じゃあ明日からタクシー会社戻りますとかさ、そんなことにはならないじゃない、実際。ね会、会社から会社への転職って言ったらすごいエネルギーいるでしょ、履歴書を書いたりさ、まあそれなりの格好をして面接に行かなきゃいけない。で、じゃあ採用しますってなったらまた、なんじゃかんじゃ手続き書類をたくさん出さなきゃいけないじゃないですか。ね。 で今、タクシー会社を辞めて、まあ、全く別の異業種に勤務していて、それで生活が成り立ってる人がさ、たまたま今インバウンドで忙しい、タクシー業界忙しそうだなと思ってもさ、今の安定した仕事を辞めて、じゃあそのタクシー会社に戻りますかっていう動機には繋がらないんですよね。実際その奥さんからさ、反対されますよ、そら。あい、またタクシーやるのみたいな。うん。 今、せっかく安定した仕事に転職できたんだからそれでいいじゃないって。うん、な,なんでわざわざ私ドライバーをし,しようと思うのってやっぱ家族からは反対されますよ。うん、となると、まあ少しずつはね、まあそりゃ需要と供給のバランスで少しずつは乗務員戻ってくる新しく採用される乗務員もいるかもしれないけど、そんなに急には 増えないですよね。パンデミックの影響で減るのはガッて減ったかもしれないけど、戻りはそんなにバッとは増えない。うん。だからそういう意味で、まあ、もうちょっとなんかタクシーの利便性を,を上げる元に戻すようなことをしなきゃいけないんだったら、まあ、つけ、つけ焼き場でさ、なんか、ライドシェアをさ、まあ、ある時間帯、タクシー会社の管理のもとで、 動かしてみるっていう今の動きはね、僕的には分からんでもないんですよね。まあそれで、まあタクシー不足が少しでも緩和されるんだったらさ、いいかなと。うん。だから、なんか、テレビに出ているニュースキャスターとかコメンテーターとかさ、そう簡単に色い々ろいろ言ってくれるけどさ、<laughs> じゃああんた現場でタクシードライバーやってみなよって。 そんな、さあ、さあ、明日からタクシードライバーやろうとかさ、やめようとかさ、そんなに簡単にできないって、人の、人の生活がかかっていることだからさ、うん。で、個人、例えばさ、あの、個人タクシーってあるじゃない個人タクシーの人をもっと増やせばいいんじゃないまあ、それがライドシェア的発想と思うけど、えっとね、まあ、もしかりに、ある人が、 個人タクシーを絶対やりたいっていうことを思ったら、どういうハードルを超えないかというと、超えなければいけないかというと、まず、法人タクシー、タクシー会社に勤務しなければなりません。そして、10年間無事故無違反の実績を作らなければなりません。で、それがあって、それをした上で、 個人タクシーの試験っていうのはあるんですよ。まあ僕も詳しくは知らないけど、その個人タクシーをするための試験に合格しなければなりません。そして、じゃあ、なんか、なんとか協会に僕試験に合格しましたから、タクシー、個人タクシーの営業したいですって言って、言っても、空きがなかったらできないんですよ。うん。個人タクシーをするための許可証みたいなものは、えっと、 お役所さんが発行していて数が決まってるんですね。だからそんな簡単に個人タクシーの稼働数をボンって増やすことができないんですよ。うん。だから、ライトシェアっていう発想になってるかと思うんですけど、今個人タクシーの営業されている方とか見ると、俺らは10年間無事故無違反の実績を作って、 試験に合格して、で、営業権を今買ってるらしいんですよね。僕そ,そこは詳しくは知りません。営業権を、苦労して営業権を獲得して、自分で車まで用意して、そういうこう、10年かけて、いろいろ手間暇かけて、やっと個人タクシーの営業ができるようになったのに、なんでライドシェアとか始まってあんな簡単に個人で営業できるとってやっぱ思いますよね。 そういうことの平等性から言ってもさ、そんな簡単に、いわゆる、一般の人がさ、はい、僕車持ってまーす、明日からライドシェアの運転手やります、みたいなことを、ことはね、なかなか日本社会は、その、既存の管理体制とかさ、仕組みから言ってもさ、そんな簡単にはできないんですよ。うん、もしそれやられたら、 個人タクシーのドライバーはその立場ないじゃないうん。まあまあ、それが既得権益で、それがいけないことだとかいうふうに言う人もいるけど、それはちょっと僕から見ると暴論 <laughs> そんなことがまかり通ったらさ、なんか一生懸命努力してさ、ある、その営業権を獲得しようとかいう人たちが馬鹿を見ることになるでしょうん。と僕は思うんだけど、 うん、どうですかね。まあ僕が今言ったのはあくまでも、まあ、福岡市の、まあ、かつて僕は福岡市のタクシードライバーだったんでそのそういうことを話せるけどこれがまたさあの人口が少なくなっている過疎地域過疎地域に住んでる人たちの買い物に行く足とか病院に行くための足とかそういう面でのタクシーとかいうことの位置づけはねちょっとまた別の。 話をしなければいけないのかなっていうふうに思います。うん。だからそれぞれの、こう、地域の特性によって、話が全然変わってくると思うんですよね。だから日本全国一律どこでも、はい、ライドシェア OK ですとかいう話はそもそも無理。うん。やれって言われてもできないと思います。うん。 みたいなことをね、思ってしまって、そんなに簡単な話じゃないんじゃないんですかみたいなことをね、僕自身は思うんですよね。はい、最後から見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。お願いします。